こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、パゴットさんの、気にすべきこと。問題は、大川警部が気にしていることは何か。それでは、どうぞ。ある証券会社に勤める石橋は、同僚であり友人でもある上坂に、殺意を抱いていた。以前から、自殺に見せかけて殺す計画を、考えていて、準備は着々と進んでいた。石橋にとって問題だったのは、上坂が悩みを抱えていないことだった。仕事や友人関係が順調な彼はいつも明るかった。自殺に見せかけて殺せば、周りは変に思うだろう。そう考えた石橋は、あることを思いついた。ある日の夜、残業中の会社員が、自殺したとの通報が寄せられた。通報を受けて警官が駆けつけたビルの、一室には、仕事机に向かって突伏している、上坂の死体があった。机の上、死体の右手の傍らには、マグカップが倒れていて、その横には毒薬の小瓶が、置いてあった。死体の前に置かれているパソコン画面の中には書類は間に合いそうにありません。すみませんでした。死んでお詫びします。という文字が書いてあった。次の日、この事件を担当する大川警部は部下の北森崎の報告を受けながら事件を検証していた。さて、何かわかったのかな？特に書類とやらについては、上坂の自殺の原因として、思い当たることを、同僚の人たちに聞いてみました。ふむ、それで？昨日、上坂は仕事で重大な失敗を、したそうで、原因はそれ以外に考えられないそうです。ふむ。どんな失敗だったのかな？はい、上坂は重要な書類を長期間かけて作成していたそうですが、それをデータごとなくしていることに、昨日の午後になって気づいたそうです。自殺の原因になるほど、重大なものだったのかな？はい、その書類が必要なのは、数日後で、もし、間に合わなければ大変なことになるという代物だったそうです。そりゃさぞかしショックだっただろうな。上坂は、こんなはずがないと動揺していたみたいです。上司に叱られた後は、すごく落ち込んでいたとか。ふむ。結局、見つからないので作り直すことにして、仕事に取り掛かったそうです。浮かない顔をしていたそうですが。ふむ。で、その後のことはわかっているの？その問いには森崎が答えた。収容時間を過ぎても、上坂は一人で残って、仕事をしていたようです。ふむ。定期的に巡回する警備員が、部屋でため息をついている上坂を、巡回の度に見かけたそうです。ふむ。収容時間後に彼の、姿を見たのは警備員だけかな？いえ、心配して様子を見に行った同僚も、何名かいたみたいですね。
彼らの話では晩飯も取らずに、忙しそうに作業をしていたとか、絶望を感じさせる顔だったそうですが、そうか。それから少しして、警備員が彼の死体を発見して、通報したというわけです。ふむ。そういえば、机の上にあったものに不審な痕跡とかはなかったのかな？机にあったものすべてから上坂の指紋が検出されました。特に不審な点はなかったそうです。そうか。以上の点を考えると、仕事のミスにショックを受けた上坂が、責任を感じて自殺したって、考えるのが自然ですね。いや、だとすると気になることがあるのだが。お前たちは気にならなかったかな？問題は、大川警部が気にしていることは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。